行くぜ。ボクサー死ねろ。慎重に行こう。
なんやで？なんでやねん。おい、え？お、失せろ。せやな。ああ、それって、うん？なあ。うん？
なあ。ちょっといいか。ん？貴様。は？パゲル。ああ。八神だ。八神さん。なんだって？ええ。あの。ん？実は。それって。ええ。負けらんねえ。はめ当てろ。ダメだ。さしめろ。Hurry!
ヤガミ、だいぶ様になってきたみてえじゃねえか。だろ？そろそろどうだ、押し切りとのスパーリング。バカ野郎、まだ早い。今の貴様じゃボコボコにされるだけだ。なら誰でもいい、強えやつとやらせてくれ。雑魚の相手ばかりじゃつまらねえんだ。相変わらず鼻っ柱の強え野郎だ。貴様は一度身の程をわきまえた方が良さそうだな。俺だけ。てめえが噂の新入りか。こいつは鬼岳学八海戦のプロ。仇に見えないが。仇だぜ今はな。道場会が解散したろ。それでうちに転がり込んできやがった。前科者でも腕っぷしさえあれば食っていける。チャンプになれば贅沢もできる。それがこの世界のいいところだぜ。俺は登場界の鉄砲玉やってた。はじきとトスが俺の相棒だった。だが今はこいつが相棒だ。こいつがお前の血を吸いたがってる。ヤガミ、リングに上がれ。やり合おうぜ。ああ、手加減はいらねえ。本気で来い。ヤガミ、準備ができたら声かける。Oh!
知らせ。やるじゃねえか。あんたのパンチ、トスよりよっぽど響いたぜ。ふん、そうか。鬼だけ貴様、素人相手に何を隠すってやがんだ。貴様もうすぐ10回戦だぞ。分かってんのかこら。素人だと？ヤガミは強いぜ。俺は負けたこと恥ずかしいとは思わねえ。恥ずかしくねえだと、この恥知らずが。貴様なんかやめちまえ、この根性なしが。んだとてめえ、俺らの払う会費とファイトマネーで食っていけてんだろうか。うるせえバカ野郎、死ねえ。いてえよ。ヤガミ。ああ。ああ。One, two,
気がない。なあ、なあ、それって、おう、ん、なあ、おう、なるほど。なんだって？へえ。なあ、マジで？ああ。ああ。おう。ヤガミ。ああ、うっす、邪魔しますよ。三木本、お前、まさか練習をしにって感じでもねえな。あんのようだ。仕事ですよ、仕事。仕事だ。やってんな。押し切りはいないみたいっすね。鬼岳先輩。なんだ。金返してもらいに来たっす。
あんたカムロローンで10万借りてたっしょ。なんだと？なんでてめえが取り立てに。俺今そこで働いてるんすけど、回収頼まれちゃって。てめえわざわざジムに借金取りに来やがったのかよ。だって鬼だけ先輩捕まらないんですもん。ここならいると思いましてね。待ってくれ、今持ち合わせがねえ。そう言われてもな、俺が社長にどやされるんですよ。利息分だけでいいんで、もらえます？待てっつってんだろうが。舐めたこと抜かしてっとぶっ殺すぞ俺。困ったな。でも鬼だけ先輩には世話になったからな。あ、そうだ、なんなら先輩俺とスパーします？それで俺に勝ったら今回の利息分立て替えときますよ。んだと？ただし先輩が負けたら、そうだな、5万もらえます？交換条件ってことで。5万だ？余裕っしょ、鬼だけ先輩なら。いいぜ、てめえの曲がった根性叩きのめしてやるよ。お手柔らかにお願いしますよ。それじゃ稽古つけてくださいよ先輩。なめた態度取りやがって、ぶっ殺してやるよ。三木本、手加減はしねえぜ。そうですか、それじゃあこっちはハンディつけますよ。ああ、舐めやがって。TKO でしょ。会長どうすか、俺の腕なまってないっしょ。まぐれあたりで威張ってんじゃねえよ。まぐれ会長、この数ヶ月俺だってただ遊んでただけじゃねえんすよ。実戦たっぷりと積んできたんですって。三木本、バカな真似だけはすんじゃねえぞ。まあジムには迷惑かけませんよ多分ね。先輩、ゼロ。はい、すまん。
勝負っす。お、千代だ。ん？ははだせえな。なあ。思いっきり行くぜ。
テンション上げていくぜ。思いっきり行くぜ。テンション上げていくぜ。思いっきり行くぜ。